こんにちは、ドクターネックス。さあ、ようやく来ました。千年決戦編ガチャ第5弾。そして、ついに、もうね、1年前ずっと待ち望んでいた、この千年決戦編アイゼン。来ましたよ。ステップアップガチャになっていまして、星6は目玉12体から1体確定。しかも今回ですね、このステップアップガチャ、闇鍋に千年決戦編の第1弾が入ってます。いや、まさかね、千年決戦編が闇鍋入りするとは思いませんでしたね、僕は。新規の3体、アイゼン、ヤマジー、ソイフォン、そして、千年決戦編第1弾の4名ですね。ヒツガヤ、駒村さん、白夜に協力さん、もう4名、さらに、5体の、闇鍋要員ですね。で、今回この中でも京都オレンジは、無月持ってない人であればもうこいつで全然、心のホロキラー十分だなっていう感じだし、京都イチゴもダブルキラーで使えるし、なおかつレベル1で持っとくとグループバトルで役に立つし、牽制はね、技の牽制はまあ1個持っときゃいいかなと、リンク要員として、持っとけばいいかなっていうところで、さらにまあ最近は山陣も使われないんで、あんまり今回の中で需要は少ないだろうなと。地属性の浮竹さんは、これは非常に強力なキャラクターで、強2が全ゲリンタイプで、そのうまいこと使わないと難しいんですけれども、全部の属性に麻痺オア、氷結がついてすごく、使いやすいキャラクターですね。銀城はこれで全然使ってないからわかんねえな。火力が出るっていう認識しかないな。必ずステップ6までは引きましょうと言いたいところだけど、ステップ6どころかもうここはね、全部っぱですよ。千年決戦1弾持ってない人なんて特に全部っぱですよ。もうここは全力でいいと思います。ガチャ前評価は明日、そのモーション見てから評価したいとは思うんですけども、まず今回の3体の中で一番、残念と評価するのもあれですけどもね、ソイフォンは3体の中では見劣りするキャラクターです。理由、バトル要因と、バトルはレイド要因として、最近は1体は組み込まれてしまうというね、通常ヒット攻撃アップにスーパーアーマー、バトル要因の方ですね。バトル要因なんだけれども、心で、アランカルキラー、真っ先に思い浮かべるのは地属性のノイトラなんですけれども、ノイトラは体調キラーなんですよ。こっちはアランカルキラー、パーセンテージが、倍率がですね、体調キラーの方が倍率かかるんですね。なおかつ向こうはバリア持ち、こっちの攻撃で向こうがハゲるかな、どうだろうなというところですね。対マンでソイフォンとノイトラが対戦したら、ノイトラが勝つでしょうね。バトル要因として対ノイトラ用っていうんであれば、ここはエスパーダキラーじゃなければいけなかったし、アランカルキラーにした方がね、その汎用性が高くて、で、例えばこのキャラがどこで輝くかって言ったら、多分オートかな、継承オートとかで役立つのかなというとこだけど、でもね、心の継承オートだったら宇野花さんがいるんですよ。宇野花さんを超える継承オートになるかっていうと、それもなーだし、バトル要因としてはそのソウル特性が通常攻撃 20% アップだから、火ダメじゃないからそこもダメだし、中途半端。バトル要因としては多分使えないです。対ノイトラ用として組み込まれそうですけども、多分使えないです。カモにされるだけだと思いますね。
まあどっちかっていうとこれはレイド要因でしょうね。レイドにぴったり当てはまるっていうキャラクターだと思います。どうすかな、ガチャ前評価すげえかぶりそうですげえ申し訳ないんだけどね。どうするかな、ごめんごめん、ちゃんと考え、今ね撮影が AM4 時32分でもうね眠いの。山地一番ここで注目すべきは東南バージョン、これ要はもう西北が出るってことでしょ。たまらんな。次はバトル要員になっちゃうかもしれないけど、久々のですね、強攻撃キャラですね。で、やけどにもならず凍らず、これはまあモーション期待ですね。で、もうね語ったら長いですよここ。どうしようかな、もう今日はね別にガチャ前評価じゃないから触りだけね。一番特徴的なのは、強攻撃さんは2段階のため攻撃となっており、2段階目からは黒い棺の栄翔がスタート、完全栄翔になるとさらに強力になるぞ。いや全く読めない。7月29日午前4時の段階で、どういう風な、ゆっくり栄翔するとすげえ長いし、かといって早いのもなんか、どうかなと思いつつ、まあ本当未知数ですね。で、スタート時バリアプラス10、そして致死生存 100%。なんすかね、まあバトル要因にはちょっと、強攻撃キャラがバトル要因にあんまならないんで、あれなんですけど、多分その低い隊長リーグとか総隊長リーグには使えないけど、それ以下の、まあ三席以下とかかな、だと結構猛威を振るう気がしますね。スタート時バリアプラス10に、致死生存なんで、バトルで使われると面倒くさいなっていう感はあります。でも、移動設置とか溜め攻撃とかっていうのはバトル向きではないので、どうなのかなというところですね。で、青攻撃タイプですね。近接がいいなと思ったけど、まあ、それは知らないでしょう。で、全部の攻撃に弱体がつくと。まあ、これもモーション見ないとなっていうところですね。まあ、力の愛禅よりダメなモーションにはならないと思うんで、いや、もう期待しかない。僕の中でね、ダブルキラーでも良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあここはフォローキラーというところで。まあ早くモーションが見たいかなというところですかね。まあ、ガチャ前評価ではないんで、今回はその千年形成編第5弾が来ますよと、まあ予想通りですけどね。予想っていうかもうお漏らししちゃってたんでね。あとは、その、ガチャの引き方として、千年形戦のこの3体が欲しい場合はですね、3体全部欲しい場合は、どうしたらいいか、2体まではこのガチャを引くべきです。2体までこのガチャを引いて、2体出たらラストの1体はピックアップで引くべきです。各 0.5% なんで、2体欲しい場合は、1% を超えるんで、特にここの闇鍋は、持ってない人には魅力的なラインナップなんでね、かなり使えると思います。もう僕はね、室外はレベルマだし、京都レンジレベルマだし、京都イチゴレベルマだし、まあ、欲しいのは、千年形戦の白夜とか京楽さんは必殺技レベル上がるとかなり強い。特にね、白夜はかなり強いですね。必殺技レベル上げると1でも強いのに上げるとさらにですからね。なので、レベルじゃない2体以上欲しい場合はこのガチャを引くべき。それぞれのピックアップの方はまあちょっと今ここのメンツから比べたら目を取りするんで、
からもう眠すぎる。こっちのガチャの方がいいんで、2体でも欲しいキャラクターがいる場合はこちらを引くべきです。全部が欲しいっていうわけじゃなくても、アイゼンだけ欲しいっていう場合はもうピックアップを狙うべきですけど、まあみんな欲しいでしょう、山爺もアイゼンもソイフォンも。なので、まあ、戦歴系のキャラはね、僕はみんなゲットしてくださいと思ってます。ここでしか使えないから。まあ、昔はそう言ってたけども、まあ、今はね、ジャンプ補正ちょこっと使えたりもするけども、まあ、基本的にはね、千年系戦のキャラを使えるっていうのはもうレアなんで、ぜひともここでゲットしてほしい。なので、2体以上欲しい場合はここを引いて、で、だから、例えば、千年系戦第1弾持ってなかった場合、もう全然ここを引くべきじゃないですか。2体以上。2体以上欲しい場合はもうここをガンガン引いてください。闇ダメも含めて2体以上欲しい場合はガンガン引いてください。僕も多分ここでかなり使うと思いますね。うん、僕は例外としてその ソイフォン山 G が出るまでずっと引きますね。でっていう表現の仕方っていうのは、アイゼンは何体出ようと、まあ5体までは必ず引くんで僕は。よく言えば多分ね、こいつ、レベル1で持っときたいキャラになると思いますね。グループバトルで絶対重要になります、アイゼン。なので、もう本当にたくさん必要。僕は5体まで出れば満足ですけどね。5体でやめると思います。グループバトル用のアイゼンっていうのは作んないと思います。いや、でもよかったわ。バトル用になんなくて。うん。まあ、引き方。ガチャの引き方としては、2体以上欲しい場合はここで頑張ってください。もう全突破でいいです。今まで貯めた霊玉全開放してください。セールスランキングが気になりますね。多分運営も気になる。運営もそこら辺考えてこれなのかな。これは相当熱いガチャだと思いますね。皆さん頑張っていきましょう。それぞれのピックアップに関してはまた、まあ、ちょこっと紹介するか。ヤマジーピック、テスラと親父は用語出てますからね。まああんまここは引きたくないね。ソイフォン、この駒村さんは強い駒村さんですね。即のフォローキラー、まあ、即のフォローキラーちょうどあの山爺と被るんですけど、こっちは遠距離ですからね。で、地の平子、地属性のフォローキラーの中では相当強いキャラ、まあ今回ねアイゼンが出るんであれですけれども、地のフォローキラーで長いこと上位を占めていたキャラクターですね。そしてアイゼンが8月18日からか。まあ、ここまで待たないと俺はレベルマンできねえな。ルピーも僕持ってないんですよ。だから全然ここあり、本当に。まあ、マユリ様はね、まあ、持ってない人にとっては、ケンパチのリンク要因として重要なんで、ルピーも欲しいんでよかったかな。ラストの、ここの6体。ここで引くぐらいだったら、それまでに絶対引いた方がいい。リサと日和はもう、よう出てくるキャラクターですからね。心の、いずれは、火ダメ要因として重要だったんですけど、まあ最近はもう、宇野原さん使われないんでね。まあ、C っていうなら、例えばこのソイフォンにリンクさせるぐらいかな。っていうとこでしょうか。皆さん、7月31日から頑張っていきましょう。僕も頑張ります。もうさっさと課金しとこうかなと思いますね。はい、今回はここまで。以上、ドクターネックスでした。明日はガチャ前評価いきましょう。お疲れ様でした。